やってきました鎌倉の佐藤。いやどうもこてつでーす。どうもです、お願いします。いやもうここ長野県飯山市鎌倉の佐藤、もう見えてると思うんですけど鎌倉をたくさん作るんですよ。もう鎌倉の里って言ってますからね、ええ、もう見てもらいましょう。見ましょう、行こう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 、はい、鎌倉全部で25個あるそうですね。えちょっとどっか覗いてみましょうよ。覗く、はい、覗かないの？いやまあ外見て帰るかい, いや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 、ええ、その辺入ってみる。いややってみましょう、やってみましょう。じゃあ入ってみますか。入ってみましょう。ちょっとはい、よいしょ。入り口はかがんで入るけど、うわー中入ったら広いいやー立っても大丈夫。おお結構すごいっすね。いいよ、いやゆったりできるスペースもあってねさあどうですか。いやーすごいですよ、広々して。いいねなんか、はい、しかもねちょっとなんか無風なせいかあったかく感じるんですよね。そうそう、完全なんか音もさ周りと遮断されてる感じで、ああなんかもう二人だけの空間みたいなね。やだちょっとやだな、なんかでこう椅子もテーブルもあって注文しておくとお食事とかもできるので。さあ私がいただいたのは、はい、もうあったかいおしるこ。おしるこいいですね、すごいよ、ね、お餅がね、なんすか、なんすかそれは。これはですね雪だるまなんとかですね。今ちゃんと出てますからね。雪だるまをね、これ自分で作るらしいんですよ。あ、作るんだ。はい。あれ、あれ完成品持ってきてくれた。見本が来た、見本。はい。いいですね。可愛らしい。よし。じゃあそれ作る？じゃあ、はい、食べてください。じゃあ一口じゃあ俺いただきます。うん、ちょっとおしるこ、うん。あったかいうちに。あー甘い。あーでお餅もとろーんとして、あーいいねー、あーわーがいいなー、うなるー、あ出ちゃったよもう。これじゃあ河合さんは作んなきゃいけないんですもんね、はい、そうなんですよ。これまあ お団子2つとまあこのポッキー2本、このチョコペンみたいなのがあって、これで多分なんか顔みたいなの作っていくわけですよね。いやこれ出てこないのよ。中でめちゃくちゃ硬くなっちゃって寒さで出てこないです。温めないとね。ほら出てこないですチョコペン。これちょっと温めていいですか。手でちょっと温めてから。使う前ポッケかなんか入れとけばよかったですね。本当だなこれ。キンキンに冷えてる。皆さんもねこの雪だるまのこのお菓子を頼んだ場合、チョコペンは事前に温めておいてください。その方がスムーズに作れると思います。いい情報だね。これもいい情報だと思います。これあ出そう出そう出そうさあねえ完成しました。諦めたよ。どうですか。諦めちゃった。ちょっとなんかちょっと切んなきゃダメかもね先ね。全然出ないでしょ。老眼かお前老眼じゃねえかお前。かけちゃう穴開いてるかこれ切ってきましたよ。これでいけるじゃん。もうすいません。あこれ全部切ったじゃん先っぽ。先っぽ全部切ってんじゃん。あっちのお母さんにも大胆に行きなさいって言われたんだよ。レッツゴー。あーいい。あーもうこれぐらい出なきゃ。ノリ代わりにするのね、そのボディと頭の。そう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 。何が完成するか。このじゃあ好きなもの。好きな人ね。好きな人？北村さんです。汚ねえなおい。汚ねえんだよなんか。うまくできたと思うんですけど。可愛らしい北村さん。なんか食べるのもったいないな、うまくできたから。あそう？うん。やっぱね。愛着湧いちゃうよね。もったいないもんな、せっかく作ったんだもんな、すぐ食ったわすぐ食ったこいつ、うん、これあれだ雪を見る大福ですねそうだよそうだよ、うん、チョコ足してね。いや汚ねえんだよ出し方が皆さん出し方よく考えてくださいねこれチョコをトッピングして、うん、
うまくすごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ところで皆さん、この鎌倉どのように作られているかわかりますか？このように雪を重ねて固めてから穴を掘るというわけではないんです。実はこの雪の塊の中には大きなバルーンが入っているんです。除雪機で雪を重ねてどんどん大きくしていきます。では中に入っているバルーンを抜くとどうなるのか。鎌倉の中のバルーンが空気抜けたみたいなんでちょっと引っ張り出しますね。すごいですね、バルーン。ちょっとすごい、あら、ちゃんといいところで、いいところでなっちゃった。結構重いんだ。めちゃくちゃしっかりしてるバルーン。すっごい、布もめちゃめちゃ厚いっす。あ、これはでかい。あ、重い。こんなに重いっすかバルーン。けど今これ中出来たてってことですね。今出来たての鎌倉見てください。バルーンがあったところが空洞になり、大きな鎌倉が完成です。まだね、バルーンの跡がついてますよ。バルーンの跡なんてわかるの？一回も見たことねえのよ、バルーン。こういう筋がついてる、筋が。うっそだ、バルーンの跡なんてお前わかるの？筋がついてる、筋が。おう、バルーンがちょっと川合さんのバルーンが割れた。バルーンが割れて、バルーンから空気出て今ちょうどバルーンから空気出ました。これから中をきれいに削って、椅子やテーブルなどを設置して完成ですね、はい。これ1個いくらだと思いますか？おうおう、いくらだと思う？ん？うん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 、なるほど。はぁ、1個50万。このバルーン1個だ、50万です。すごいですよ。鎌倉の高さは4メートル、そしてなんと1基あたり16トンもの雪を使います。また入り口付近にある売店ではリーズナブルなうどんやそばの販売もあるので、体が冷えた時に利用するのもおすすめです。なんだろう、この雰囲気も相まって最高だな。鎌倉の里、日が暮れた時の雰囲気はこんな感じです。ぜひ皆さん寄ってみてはいかがでしょうか。